ストレートエニアグラム二等辺の友人屋です。D 隊長です。隊長でございます、はい、今日はですね、うん、我が愛知県の英雄、はいはい、英雄若くして、うん、今頂点に上り詰めた、うん、まあそこまで頂点で羽生さんがいらっしゃいますからね、まあ、ただ若くして天才と呼ばれる藤井聡太くんなんですけども、うん、七七子さんからですね、うん、リクエストいただきましてありがとうございます、はい、今話題の藤井聡太さんの、うんエニアグラムタイプ、うん、何タイプかやったらどうでしょうなんて、うんうん、ご提案をいただきましてですね、うん、ぜひと、はい、ありがとうございます。で、まあ、私のターンから先行、はいはい、すいません、まあ、あの中日新聞9月10日の中日新聞にも、うん、あの藤井聡太君、うん、あの特集されたんですけども、うんまあ、これを読んだ感想とか、まあ、テレビで喋ってる雰囲気、うんうんうん、もうごめんなさい雰囲気しか私言ってないんですけど雰囲気とかを見ると、うんなんかその急なんじゃねえかって思うんですよね、うん、なんかあのほわっとした、うん、へにゃってした感じとか、まあ、この中で書いてあってなんかそのシリーズを通してなんかその勝負飯っていうのが話題になったと、うん、でなんかその食感ですとか、うん、なんかそのなんていうんだろうその食べてるとか、うん、感じてるとか、うん、今好きなものをみたいな、うんうんちょっと強引ですかね強引に持ってきましたかね今 Q の方に、うん、その今を大事にするんだみたいなところで Q かなって思ったりしましたけど、うんうんうん、どう思います？あの雰囲気は Q っぽいですよね、はい、ほんわかした明るいあのちょっとにこやかな、はい、あ、ま、僕がこうなんかあの怪しいなって思ってるところは、はい、まあ5はいのこう突き進めるところとかは、はい、なんかエピソードとかを聞くと5っぽいって感じがする、はい、けどこう画面とかで出てくる雰囲気は5っぽくなくて9っぽいみたいな、はい、でよくなんか、うん、あのアリのエピソード子供の頃、はいはいはい、アリを追っかけてそのままじっと見ているっていうのが、うん、その5によくある花、うん、5あるあるだ、うん、と思ってたら、うん体調も、いや、僕もそうでしたよ。そう。僕はアリを追っかけて。運動会の練習の最中にアリを追っかけて、ずっとアリを見てたら、迷子だって。周りに誰もいなくなって。そう。あの、なんか、生垣みたいなところの間に入って、こう、アリを見てるから、こう、周りから見えないんですよね。はいはい。だから先生たちが、こう、いなくなったってことで大騒ぎしたことがある。とか。で、うん、要は、体調も、で、ご自身もその、エニアグラムやるときに、うんうん自己診断の時に5もあったんですよ、ね、5もあったなのでまあ普段はこう論理的に考える、はい、っていうのはまあ経験的に身につけてるっていう部分もありますけど、はいまあ、そういったところがあるので 5だなと思ったんですね有利タイプの合理タイプで5だと思ったんですけど、はい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 、まあでもどうやら違うなみたいななるほど、うん、で考えるとその、うん、掘るのもあるよと掘るのもある 9にも急、うん、にも掘るのはあるで、ま、あの藤井聡太さんの、うんま、これを参照してはいけないと言われるウィキペディア、うん、ウィキペディアを見ると、うんま、将棋が強くなったきっかけとしては、うん、5歳の頃に、うんま、将棋の教室に入るんですけども、うん、その時に、うん、500ページ近い厚さの、うん、駒落ち定石っていう、うん、あの難しい本を渡したと、うん、読み書きできない藤井くんに、うんうん、そしたら藤井くんは5歳ですよ、うん、パーッとそれを見始めて文字も読めない子が、うん、1年後には完全に理解したらしいんですね、うん、文字がそれによって文字が読めるようになった、まあ、文字もそこまで読めないけども、うんまあ、絵とかはあるじゃないですか絵で駒の こう動くとか、うんうん、この時はこうみたいなのだと思うんですけど、うんうん、このウィキペディアを読む限り、うんうんでも1年後にはもう記憶していたみたいなエピソードを見ると5かとってのもやっぱあるんですよね。そうなのでこう知的好奇心的にこれはどうなるんだろうってどん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 探っていってるんだとすると5っぽいですよね。はい、でまあこの新聞にもその食感がとかって私今無理やり取り上げたんですけども、うん、パソコンを組み立てるっていうのにも興味がおありのようで。最近はその自作のパソコンで、うんまあ、それでまあよく将棋、うん、要は AI か人かみたいなのでよく
棋王戦が将棋でやるよとかってあるじゃないですか、うんうんうん、で多分それで自分の研究にパソコンを組み立ててっていうのもやってるらしいんです、ねうんうん、っていうなんか そっちの掘り方とかもなんかやっぱ碁かとこの子はパソコンを組み立てるのは僕もやってましたなるほど好きな 分野なるほど、うん、こう CPU とかグラボとか買って、はい、マザーボード買ってこう組み立ててましたなるほどだと、うん、まあ有利は有利っぽいですよね有利は有利っぽい、まあ、自己主張の感じはないですよねで融和の感じもあんまりないじゃないですか、うん、まああの、うん、将棋を指す人、うんうん、例えばまあここで、うん、まあ藤井くんが変わ、うんうん、藤井くんが現れるまで、うんうん、その若年若いという点で、うんうん、あの先駆者だったのは、うん、加藤一二三、うん、一二三一二三、うん、も空気を読んでる感はあまりないですよ、ね、あんまりないですね、うん、だと僕の中でなんかあのふんわかしてるので、うん、またふんわかって言っちゃうんですけど、うん、急っぽいんですよね一二三一二三でもなんかよく喋る感じはありますよねあ確かに体調のような低い、うん、低いトーン、うん、急っぽい、うん、その本能タイプっぽいこうどっしり感、安定感はあんまり、うん体型は安定感ありますけどね体型は安定感ありますけどなんかこう喋り方とかもくる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 回って喋ってる感じ真似できないですけどそうですね確かに、うん、でもなんかあのひふみんもなんか食べ物がとても好きで、うん、甘いものが刺す時にいつも食べてるみたいなのがあるのでやっぱり本能タイプか嗅覚みたいな食べ物は食べ物いやあの体型、うん、いや碁の人って、うんうん、極力なんか削るっていうじゃないですか無駄なものは、うんうん、だから、同じ将棋の天才の羽生さん、うんうん、七冠、うんうん、全て衛星の資格を持つ羽生さんは碁っぽいですよね碁、うんうん、っぽいですねただその碁は自分のに必要ないものは省くみたいな感じなので、はい、例えば頭を使うから糖分が必要だと思ったら糖分いっぱい取りそうな気はしますけどねああなるほど、うんまあそんな感じもないですよね、ひふみんは。ひふみんないですね。ないですよね。で、あの、これ思ったのは、うん、もしか今、自分のご子息で、うん、その、タイプ5だ、僕の息子、僕の娘、うん、私の娘、私の息子、うん、タイプ5だな、なんて思う親御さん、うんうん、もしかしたら、その、あ、この子は何歳だからこの本とか、うんうんうん、考えずに、なんかその、興味が持ったものは全然その藤井聡太さんの例じゃないですけども、うん、なんかもうこんな分厚い大人が読む本とかでもドンって渡しちゃうと、うん、なんか勝手にまあ多分そういうあのさかなクンみたいな図鑑とかをこうずっと見てるみたいな自分の興味があるものだったらずっと見てられるみたいなところはあると思うのでそれは多分 Q もそういうのはあるんでしょうね、うん、Q はまあどっちかっていうと居心地みたいな部分なんで自分が好きな部分で分野でそれが大好きだったらずっと多分、うん、絵本とかずっと読んでます自分の好きな絵本とかはいはいはい、はいでまあ、それはこう一種のなんか自分の空間みたいなのを作るために読んでるみたいな自分の世界があって自分の世界があってなのでその多分動機の違いだと思うんですよね碁の人はこう知的な好奇心、はい、魚だったら違う魚を見たいとか、はい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 、魚のもっと細かいところを知りたいとかだけどタイプ Q の場合はもっと世界観的な魚が好きだったら魚の世界観みたいなこう頭で想像したりとか多分そういうちょっと妄想的な感じになってるんじゃないかなってあと全然その年齢とか、うんうん、あまり関係なくもう興味があるものはどんどん渡していくと、ね、まあ5に限らずですけどね確かに興味あるものはただその藤井さんのこの500ページの字が読めない子に渡してそれを理解したっていうのが、うんうんうん、まあでも僕の知り合いの子供掃除機にすごい興味があって掃除機、はい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 、掃除機のカタログとか細かいのやつ全部読んでるみたいな幼稚園とかそれぐらいでこれはどういう覚えるんですね、これはどういう意味だとかっていうのをスペックを全部覚えてこれは何ワットでみたいなことを全部説明できるみたいななんかあの昔、うん、探偵ナイトスクープで、はいはいはい、あの信号に興味を持った子の話があってあでそのまあ探偵の
探偵の依頼で、うんうんうん、でその子は結局信号の作ってる工場に行って、うんうんうん、そこでなんかそのいつ来て君はいつ来ても社員にさせてあげるよ、うん、あもうこういう子が必要なんだと、うんうん、業界には、うんうんうん、っていう話があって、うん、その子もなんか電気業界掃除機業界みたいな、そう幼稚園とかなのにこうあ人んちの物置とかバンッと開けて掃除機を引っ張り出してきたりとかあなるほど、でこれはどこどこの掃除機で何ワットでみたいな説明が始まる。なんか子供は天才って言いますもんね、うんうん、だから興味を持ってるものを、だからまあ英才教育じゃないけどそういった興味を持ってるところを与えていくとどんどん伸びるんじゃないかなって、あその、うん、要はなんか大人ってついつい大人の感覚でバランスがとか、うんうん、いや算数やりなさいとか AI をとかってやらせがちですけど、そうじゃなくて興味を持ったものをギュッて伸ばした方が良さそうですよね、うん、多分伸びるとは思うんですね、まあ、そこに対する好奇心があるってことなんで、同じ覚えるにしても、まあ、このカタログを読むためだったらひらがなも覚えるみたいなところもあると思うんで、あとまあ、うん、よくまあ大人の時期で、あとはエニアグラムだとなんかバランスがとかって言いたくなるんですけど、うんうんうん、まあ天才ってそういうところから出てくるのであれば、うんうん、まあ知識は多分深い方が役に立つみたいな、まあそうですよね、これからは、ね、僕はまあ浅いですけどね、浅く広くいろんなことを、浅くも広くもないですけども、浅く広く生きてきたんで、はい、なんかちょっとまた暗くなって終わっちゃうんですけど、はい、いかがでしたでしょうか、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。